また学校のですね、さっき飛鳥中学校だっけね、取ったんですけど、またなんか出てきましたね。福岡県篠栗町でいいのかな。ちょっと読み方がわからないですけども。黙るか殴られるか選びなさい。抗議した生徒を3回殴るだって。本当にすごいですね、この学校の記事が、まあ毎日毎日いっぱい出てくるんですけれども、本当に。どうすんのかな、これノートに書くのも大変だからな。ノートに書くの。でもノートに書いた方がいいんですよね。ノートに書いて、さっきの飛鳥中学校も書いて、それで、この YouTube のコメントのところに書いときたいと思います。はい。はい、どうもすいません。はい、失礼します。